やりました。あ、コンテナ、コンテナやばいね。ピンちゃんやばいよ、今飲んだらお酒美味しいね。うわー、またピンクや、これやばいよ。どっち、こうやって飲みたい。21,195 ポイント。実写版始まんねんけど、伝言版とか分かる人とかおんのかな。でもまだあるよ、ね、伝言版駅にある、駅にあるよ。うっそ、うん、逮捕スリップしてきたん。いや、あるってあるって、まだあるとこ見たもん。マジかよ、こんなみんな携帯とか持ってる時代に、うん、ないかもしれんけど、あったかもしれん。そこは分からん。まあそれで言うとやな、ネッシーもおるかもしれんし、そうそう、おらんかもしれんけど、昔はあったけど今はないシリーズとかないかな。なんか、あー、なんだろう、うわ、びっくりした、うん、トイレットペーパーくるくる、トイレでくるくるって回すときに音楽なるやつか、昔なかった。カラカラカラって回したら、わかんない、それは。昔はあったんですよ。あと野良犬とか見えへんかったね。確かに俺子供の頃野良犬めちゃめちゃおって、うん、あの結構その友達とか、どんくさい友達とか、ほんま藤子不二雄の漫画みたいにお尻噛まれてズボン破けてたもん。私兄がいるんですけど、うん、野良犬に追いかけられて、うん、ちょっと喋る前に、喋る前に笑うのあかん。なんかただいまって母さん、俺野良犬に追いかけられてさって言って、ええ、私人生で一番なんか笑っちゃって、本当にかわいそうなのに笑いが止まらんくって溺れたことありましたね。何がおもろかった。いや、わかんないけど、お兄ちゃんが犬に追いかけられたっていうのを想像したら無理だった、ちょっとさ、せっかく弾があるんで、うん、カスタムつけてみようかな、弾には。どうぞ。あのね、このキタキタフラッシュ、うん、っていうのを今つけました、うん、つけると、まあ入賞時にキタキタって量が言ってくれるんだけど、うん、それが来るとだいたい 44% とかだったら 40% 超え。だからめちゃくちゃ熱いわけじゃないけど、うん、チャンスですよみたいな。あ、なんか怖くなってきた、来そうで。私音結構怖いからさ。怖がるよな、うん、大きい音とバイブが伴ったりしたらマジで怖い。来た来た来たって言うんだって。ホラー映画とか、あ、ダメダメダメ。あの、でもデレビートってお化け屋敷とか行ったら面白そうやな。やばいと思う。抱きついてくれんじゃん。でもいや、絶対抱きつくよなあ、うん、そんな 色気のあるもんじゃないよ。抱きつくっていうか、しがみつく。歩かれへんって感じ。うん、来た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 。これこれ、ダメだ、マジびっくりする。あ、でもロゴ落ちましたね。あ、これね、楽曲リーチ行けましたね。楽曲演出、おい、来たー。リゼロの告知ほど信頼度は高いわけではない。あ、でもリゼロの先バレぐらいぐらいの40、リゼロの先バレが確か 40% だから、はあ、はあ、じゃあそれぐらいか、うん、それよりお金、金ですね。多分金じゃない、今金でした、黄色ではないか。うわー、しかも5点牌は 75% だよ。なんか持ってない、いやー、タカがね、なんか持ってると。それ、うん、高いっす。お、来たー、はい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 、心を震わせて予告、これも 70%。 さっきこれで当たりましたからね、ね、この2つで。今気づいたんですけど、ドレミさんの髪型が香り香りヘア。あ、だから、まあまあ、そういうところもあるんかな。あ、しさ、うんうん、俺もなんか遠巻きに見たら、りょうさんにちょっと似てるみたいな。海坊主にも似てない。誰にも似てない。熱そう。あ、ストーリーにはいかなかった。さえこ、タイトル赤、お願い。赤にはならない、ちょっと怖いな。テロップも赤じゃない。このチャンスアップのなさは怖いですね。ただ十分この5点牌だけで激アツだからね。さあ、お願い。よーい。いや、やばくない？キタキタフラッシュ使ってすぐだよ。
162回転持ち玉です。わーい、お上手。いやこれはちょっとまだピーザンやりたいわ。やらしいな、ちょっとやりたいやったわ。ピーザンやりたいわ、やらしいわ。さあ、まあでももうラッシュ今ね2回引いちゃってるからどうかは分かりませんけど、当たりがめちゃくちゃ軽い。さあ残念ながらラウンド中の示唆はなかったけど、ここもファルコンですね。ここが量のところ見てみたいんだけど、さすがに3回目は難しいか。でも諦めないよ、頼む。うそー、うまーい。ほんとに3分の3やばいね。この示唆なしで来てくれるのたまらん。さあ超えられなかった海ちゃんやりますね。これ宿敵、砂時計がなくなる前にブラックアウトすれば当たり。非常にシンプルです。どれもこれだけクリアできてないから。はい、行きます。一発目で行け。 3.3 分の1。こんなにむずいわ。最後ラスト回転です。もう怖い、海ちゃんもう絶対やめよう。さあでもここで諦めてはいけない。ここで止まれ、ミクヤミクヤ、やばい。あーもうやばい。2点敗、ダメだ、弱い。たまたまはない。うわー、いやだからさっき初めがあれでよかったよね。これなんか即落ちってことやろ。そう、即落ちというかまあ一回も引けなかった。高太郎です。え後ろ、あー何してんの、こうたろう。もっこりが来た、もっこりが。いや、今日は師匠に勝つために、ああ勝ったら黒バラに入れてほしいなと思って。あ、いいよいいよ、僕に勝ったらこれで、うん、1万9000発でしょ、はい、今やってますから。あれだったら別に乗り打ちでもええで、うん、あ、そういうのはやってないです。あ、そういうのはやってないの、せんべろそういうのはやってないの。はい、あの綺麗に勝ってパッと撤収して酒飲みに行くんで。おい、 A 番組やな。A 番組やな、こっちは閉店までぶん回すねんぞ、はい、じゃああと2時間ぐらい。はあ、1時間半から2時間。あ、開いてないね。あ、開いてるな。シェルガーの角で行きたいと思います。センペロでは初めて打つんじゃないですかね。なんかこの台出た時よりも噛めば噛むほどでだんだんまたさらに再ブレイクしているような気がするんですけど、大当たり確率が239分の1で、ラッシュの直行へそから 7% あるんですけど、基本的には、大当たりしてから、右打ち100回転の時短がもらえますので、そこで163分の1、そこがちょっとねスペックが変わるのが特殊なんですけど、239分の1を当てるわけではなく163分の1を当てることができたらラッシュに突入みたいな、まあ、突入率でいうと大体 50% ぐらいかなっていう感じですね。でラッシュ突入した時はまた100回時短がつくんですけど、継続率が 80% で、右打ちの、半分以上かな、 50% 以上でなんと2000発以上もらえると。ただラッシュにうまく入れて振り分け勝ちすれば全然もうミドルなんか、ミドルにもなんて言えばいい、今日の私なら何に座ってもいけるんじゃないかなっていう。お、わざと打って変わって自信が持てるようになってる。はい、単純ですから。あれだけ全然自信ない自信ない言ったのに、あの玉があるんでね、玉がある女は強い。強いね、普段はないけどね。ないけどね。ね。玉ついたら強い、ね。そう、玉つけたら強い、はい、女。
玉がついてても弱い男はいますから。もういいって、玉の話はそんな広げんくって。降ってきたんでしょ、そんなつもりで。からそんなつもりで行ったわけじゃなかったから。じゃあ何のつもりなのよ。パチンコの玉。パチンコの玉ですか。私の玉といったらパチンコ玉しか浮かばないんですよ。スカート短くてこんな女子高生やったんですもんね、ドレミは。そうです。女子高生の時にスカートめっちゃ長い人って少ないと思うけどね。スカートにブルマ派やったんですか。ブルマ。いやいや、そんなことない。ブルマはブルマだけで履いてたから。え、スカートの中じゃガチパンやったん。うん、やっぱ危ないやん、短いのに。だからそう、今考えたらすごい危ないことをしてたなと思う。ねえ、普通にパンツ見えてたよね。その時は何も考えてなかったけど。さあ移動して30分。30分経った経った。そんな、うん。いやー、なんかドレミにドッキリ28連発とかやってみたいな。なんか本当に死ぬんじゃないか。これびっくりした。これ言うたきりした入賞時ちょっとこれ、これ入賞時激震激アツです、もちろん、はい。さあどうでしょう。もうちょ言うたきりした。まさかこれが心臓やばい。マジでマジこれで外したら許さん、うん、マジで。信頼度どれぐらいあんねやろ。 70% ぐらいはあるよ。 70% 以上は。これが今保留を変えてくれてる最中ですけど、はい、もうこの今のだけでも激アツなんで、外したらマジ許さん、こんだけ驚かして。ドレミにドッキリ28連発というと大金やり1連発がします。しかも私なんかそれが来そうで怖い。ああ、みこといいですね。藤丸、藤丸、藤丸。ああ、弱い。でもカエルや。これはさっきと一緒、ピンク、紫保留ぐらい。さあ、変えてくれ。まあ、赤保留に変わりましたね。あー、でもタイトル青、怖い。大丈夫だよね。最後、レールガンボタン、なかなかね。あー、キーン。キンテロップ。はい、これで最強ボタンですね。レールガンボタン、全力で。よいしょ、やりました。風吹いてる、風吹いてる。出た、懐かしいな。ファーストデビューシングル風吹いてる。ちょっと今の弱かったんで、448回転持ち玉です。まあでも良かった、あの無駄じゃなかった。バイブビビらせやがってって。そうだね、2回連続ちょっとハマってるもんね。モッサンです。あ、そうなの、うん、え、じゃあめっちゃ当たったのもモッサンだよ。まあじゃあモッサンがあったんだから、うん、9000発ぐらい出たってことも。ドレミのファンの方です、モッサンとはね。ここで打ってたんだね。うん、ここで打ってた、モッサン。全然知らなかった。頑張ったよ。さあここで今から私がすべきことは、この100回の中で163分の1を引き当てる、まあ引き当てるっていうか163分の1でこうアタカが開く仕組みになってるんだけど、まあ図柄が揃えば OK です。やれるよ、頑張れよ。あ、ちょっと待って、これこれ、うん、ちょっと待って、へそだ、へそじゃない、これ右で当てれてないの。239分の、しかも暑い。銀行強盗はチャンスアップはない。うわー、当たった。これどっちだろう。保留連ってか、もともとあった保留で当たっちゃった。ちょっと待ってね、久しぶりすぎてわかんないんだけど。いや、引いてるわ。右で入ってるわ、ちゃんと。B ちゃん、右で入って一発目だったってこと。そう、すげー、上げれた、すげー、やばい。さあここで一撃で
ボタンでレインボー光れば2000発以上もらえます。だったらもっと興奮するべきだった。いやでもびっくりした甲斐があったよ。いやお願い2000発あーダメ、まあ、残念ながら 50% の方は引けなかったんだけど上に上げれたっていうのはだいぶでかいです。さあモードが2種類ありまして、私はねレールガの時はね交代交代にやるのがポイント。エクストラの場合は赤系来ればチャンスです。こっからは68分の1で大当たりします。お、ミッション来る？来ました。止まれ。あー、あら？これオープニングリーチ、これだけでも40パーぐらいあるんで意外と当たる。あ、赤、これはあるんじゃない？一番弱いリーチではあるけど全然エクストラの場合だったら当たります。頼む頼む。あはー、ダメ。全然当たらないこともあるけど。緑、あー、 おいいね。オープニング、あーでも赤い、これだけじゃちょっと弱いけど。さあリーチ何が来るか。あーダメ、文字が。まあこれで発展ですね。これ赤はデフォだからね、一番弱いリーチです。タイトル赤だったらある。 あ赤い可能性はある。いや間違い間違いよこれ。あとはカットイン、ゲコタボタンとかね。あー、ゲコタボタンではない。おー、天井から。当たりました、おめでとう。気持ちいい。2000発欲しいよ。さあ、次こそ50発以上の5000発、5000発くらい。5000発あんの？2000発。2000発。あ、でも 1% で4700個やからね。そう。でも3000でもいいからね。うん、1% で約5000発あるよ。うわー、かい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 。 10% で3000発もあるから。今日は6000発引いた私だからな、可能性はあるぞ。かい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 、頼む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 。おい、分かりやすく一撃にしますね。うん、まあせめて2000発欲しいね。欲しいね。したらだいぶ戻せる。あの金もデフォルトか。うん、あー、ダメだ、ここの引きが悪い。ここの振り分けは負けてる。まあいいや、また次、まあ、まだまだ次次。いやでもちょっとね、ちょっとずつ増えてますから。さあ行こう行こう。図柄が同一変動してここのパネルが変わっていって、うん、数字を上げていってくれればこれで1、こういう感じでね、これが続いて赤系になればチャンスです。来てる来てる、まだリーチになるな。いいよいいよ。おお、みんな飛んでる。おお、軍がいっぱい来た、軍がいっぱい来た。いいじゃんいいじゃん、もっと続け、ぐん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 。これまだリーチにならなければこうやってパネルの数字が上がっていくので、これはみんな出てたからもういけますね。10までだ。もう、あ、もう一回。もう一回。いいね。おい、ビクトリー出ました。大当たりです。あー、デンジャー、デンジャー、いっぱい見れた。これはボタンなしでそのままバイーン、イエース。
次こそ2000発面白いな、やっぱレールガン。次こそ、次はちょっとあのチャンス告知で徐々にやっていきますね。まあ同じですけどね、ボタンが出てきて継続みたいになったら2000発以上、ボタンが、はい、嘘、もう振り分け分けしすぎ、もうやだピーちゃん。それちゃんここからよ。こんなに引けてんのに。うん。後から振り分けガチばっかりまとめてくるから。あ、本当？うん。そういうパターンあるよね。うん。まあ引けてる間はいいか。そう、偏ってるだけ、うん、偏ってるだけ。またラッシュエクストラにしました。戻しましたね。そうそう、通過するのが大事だから。そうだね、赤、緑、あー、オープニングデンジャーがいっぱい出てるのになんかダメなの悔しいね。ダメだ、あー、これはザンホリーとかじゃないんでね。うわー、2421、ちょっともったいないね。もったいないな。振り分け負けしました。1回も2000発いけなかった。あとでお尻見てこよう。どう痛い？お尻見れんの自分で。わかんない、冷やした方がいいとか、そう、わからん。だったことある痛みか。うん、どうしよう、でっかいあざができてたら、はい、時間いっぱいまでレールガン打ったんですけれども、まあなんとかラッシュは入ったんですけど減らしてしまい、でもピークから4000発ぐらいかな減らしてしまいましたが、見事プラス終わりました。この台もこれにてドロー。はい、じゃあ見ておいで。はい。おでもり合わせ99円。どういうこと？おでもり合わせ99円。花ラッキョとシイタケ見てください。花ラッキョの当ては9円。確かになんかプリプリな感じ。じゃあしっかりつけて。うまっ、めっちゃうまいやろ。JB スタンプラリーが開催されます。詳しくは概要欄をチェックしてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。